寝屋川市立神田小学校は、大阪府寝屋川市東神田町にある公立、小学校。寝屋川市のベッドタウン化に伴う地域児童の急増に伴い、1969年に寝屋川市立整備小学校、寝屋川市立南小学校の2校より、分離開校した。寝屋川市の南部を皇居とし、皇区は、門真市、森口市の2市と接している。 校区は住宅地となっているが、一部には大畑も残っている。政府の教育改革特区に指定されていることに、伴い、全学年で学校独自の特設教科、国際コミュニケーション化を2005年度から設置し、年間10から35単位時間の授業を実施している。また卒業生の主な進学先である、寝屋川市立第五中学校と連携し、 小中一貫教育の研究にも取り組んでいる。2008年、ニューヨーク近代美術館中庭で始まったプロジェクトで、ある、チルドレンズアートカーニバルなど、複数のニューヨーク州非営利団体の協力により、ニューヨークの子どもたちの夢と希望で、校舎内を溢れさせるアートプロジェクト開催。また、米、ニューヨーク国際連合本部にあるジェーン・アダムズ、 平和委員会の子供に役立つ平和絵本受賞作品である砂漠に咲いたひまわりが日本の代表校として寄贈されている。ありがとうございます。